町目から都市出し店目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は179-0076。練馬区北部の真中よりやや西寄りに位置する。町域の東部は、笹目通りを境に、練馬区、朝日町及び高松に接し、両町を挟んで、都立光が丘公園にもほど近い。南部は、大型交差点、矢原交差点がある矢原。 および、関越自動車道練馬インターチェンジがある三原台に、西部は、東京外環自動車道や大泉ジャンクションがある、大泉町に接し、北部は、理科学研究所やホンダ技術研究所本社がある、埼玉県和光市と接している。北部にはまた、白子川が流れ、道川が、埼玉県境になっている。町域内は、笹目通りと都田通り沿いに商店が見られるが、 おおむね住宅地や農地が占める。その他、広い緑の公園、東海山い,こいの森や土下八万宮があり、極楽湯、和光店、島忠だ和光店も近い。かつては、田原川の源流もあった。都営地下鉄大江戸線光が丘駅が利用可能なものの、東庁から、西方地域は鉄道の壁地となっており、補助230号線に大江戸線。 土志田駅の建設が予定されている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。次の2説がある。町域内に鉄道はないが、都営地下鉄大江戸線光が丘駅が利用可能な範囲にある。大江戸線の大泉学園町への延伸事業が進んでおり、 土田2丁目に新駅が建設予定である。このほか、年田通りを通り、西武池袋線石神公園駅と東武東上線、成増駅を結ぶバスを国際工業バス、西武バスが運行している。また、西武バスは、西武新宿線上石神駅や武蔵野市にある吉祥寺駅へ向かうバスも運行している。町域の東端が、笹目通りに接しているほか、 西端から北部にかけて都市田通りが走っている。その他、所在地は、和光市だが、小島、ビッグカメラ和光店、安楽亭和光白子店、極楽湯、和光店、島忠和光店も近く、所在地は、大泉町だが、スーパーバリュー、練馬大泉店、練馬区立東海山図書館も近い。ありがとうございます。